南美優香さん、18歳、サイズは G です。家族全員 AKB などのアイドルが好きで、幼少期から家族総出でイベントに通っているうちに、自分もアイドルになりたいと思うように。家族に相談したところ、ゴッリゴリのアイドルオタクだという兄が、ものすごく応援してくれ、背中を押してくれたそうです。そうして中3の終わりに、名古屋大須商店街をホームに活動するアイドルユニットのオーディションを受け、見事合格します。なお、アイドルオーディションを受けるのはこれが初めてだったのだとか、すごいですよね。そして同年9月にライブで芸能界デビュー。三重県の高校と名古屋のレッスン場を往復するという忙しい日々を過ごします。そんなある日、社長に母親と共に呼び出され、グラビアやってみませんかと打診されます。すると母親は、チャンスだからやりな、乃木坂も AKB もやってるんだからと前向きに勧めてくれ、ヤンマガのテスト撮影を受けることに。その後すぐに刊末グラビアへの掲載が決まり、11月にヤングマガジンにてグラビアデビューを果たしました。デビューしてわずか数ヶ月の初々しすぎる逸材に、度肝などを抜かれた2期たちは一気に美優香さんのフォロワーに。翌年にはシュープレ、ヤンマガの表紙、ボム、フライデーなど様々な雑誌を席巻。さらには個人ファンクラブが開設されました。高2の8月にはファッション誌ポップティーンのレギュラーモデルをオーディションで勝ち取り、男性のみならず女性ファンも獲得。この素晴らしいプロポーションは性別の垣根を越えました。ちなみにご自身が思うグラビアの武器について、峰はもともと大きかったんで、それも武器ですけど、くびれももともとある方なんです。ちょっとダイエットすると砂時計みたいな体型になっちゃうと語っています。そうですね、若さ弾ける実敗に、くびれた腰つき、そしてぽってりした唇がついたやらしさ全開のお顔も魅力だと思いますよ。今年高校を卒業し、より大人の魅力の増した美優香さん、ついに7月待望のファースト写真集南風が発売されます。特にお風呂のシーンは本人史上最大に肌をあらわにしているそうなので、これはもう大量のティッシュ箱と共に楽しむしかありませんね。終わり。